土方オウム8月1日の1973年6月29日は、小物藩主末裔で元家族である。14位。明治38年8月、後に日本銀行総裁を務めた、肘方久明の次男として誕生した。署名は竹彦。父の兄である子爵く、肘方勇氏の養子となる。大正15年1月15日、養父勇氏の隠居により、 家督を相続する、陸軍士官学校卒業。関東軍司令部勤務の陸軍中尉となり、ケンブリッジ大学に留学した。昭和11年に帰国し、同年12月21日、区内正式部官兼資料官に就任したが、翌昭和13年10月に辞職した。戦時下には、台湾総督府の司令官となった。昭和19年、近藤茂氏の長女清子と結婚した。 学府の近藤は、大分県国崎からウラジオストクに渡って、改装業などで成功し、1932年に、ハルピンに移って、近藤林業講師を営み、満州の林業王と呼ばれた実業家で、ウラジオストック生まれの清子は、いとこと結婚したが、1938年に、死別したため、オウムと再婚した。陸軍中尉として、終戦を迎える。 昭和48年6月29日死去、数目あり、ありがとうございます。